はい、こんにちは、立田彩子です。今日は、人見知りですね。で、私、これからビジネスやっていくのに、例えば交流会に行ったらすごく緊張してしまうとか、初めての人に対して硬直してしまうという人は結構多いと思うんですよ。で、私自身もものすごい人見知りです。どれぐらい人見知りかって言ったら、例えば、学生の頃にですね、クラス替えありますね。学年が上がってクラスが変わった時に、2ヶ月ぐらい友達ができないぐらい人見知りです。で、2ヶ月ぐらい一人で弁当食べてました。で、夏休みありますね。夏休み、やっと慣れて夏休み入ったら、あの期間にリセットされて、夏休み明けにまた友達に対して挙動不審になってるっていう、それぐらい人見知りなんですけれども、ちゃんとビジネスができて収益を7桁上げてます。で、こんな私がですね、どうやって人見知りを克服したか、克服できてないんですけれども、人見知りでありながらも、コミュニケーションを取る方法についてちょっとお話をしていきたいと思います。で、例えば、交流会に会った時です。で、知らない人に会った時ですね、緊張しますね。私もすごく緊張します。で、こういう時に、どうしたらいいのかっていうとですね、名刺交換をすると思うんですよ。で、この、名刺交換をですね、した時に、相手の名刺、先にですね、話を聞くっていう視点を持ってください。あと質問するといいです、人見知りの人は。相手に喋らせておくと自分は喋らなくて済むので、すごく楽になります。で、喋ってもらうための方法ですけど、名刺がすごくいいヒントになります。で、例えば、お名前とか住んでるところ、読んでいきますね。やっぱり一番ポイントとしては仕事ですね。どんな仕事なのかっていうのを聞いていくといいんですけど、で、あと、人と話題に困ったら、なんかあります。なんとかに立てかけし、なんとかの天気とか、なんとか、こう、話題の、があると思うんですけど、いちいち思い出せないと思うんですよ。頭が真っ白になって。でですね、すごく簡単な、質問、何を質問したらいいのか、順番を思い浮かべるための、ヒントをお伝えするとですね、昔話ありますね。日本昔話。あれ、どんな話ですか？例えば、桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。で、おじいさんは毎日ばかりにおばあさんは、川へ洗濯に行きました。そしたら川の上の方からどんぶらこどんぶらこと桃が流れてきました。あれありますね。で、あの順番に聞いていくんですよ。つまりどういうことか。昔々あるところにですね。昔々はいつですね。やっぱお仕事だったらいつ始められたんですか。あるところにどこでされてるんですか。で、おじいさんとおばあさんが、例えば誰かとされてるんですかとか、一人でされてるんですかとか、ご家族の方とか、スタッフの方とかですね、登場人物ですね、のことを聞いていく。で、おじいさんが川へ洗濯に、例えば、家族の方は何してるんですかとか、スタッフさんどんなことしてるんですか。あとは、何をしてるかですよね。ご自身どんなこと、具体的にどんなことをしてるんですかっていうふうに、聞いていくことができるんですね。で、こういうふうにですね、話を広げていって、で、カテゴリーとしては、お仕事のことですね。お仕事のことを聞いていたりとか、そこから派生した話題に対して、また今の順番でですね、いつからやってて、いつやってて、どこで、誰が、誰と一緒にやってて、どういうふうにやってるかっていうのをですね、聞いていくと、話題に事欠かないんじゃないかなと思います。で、結構ですね、人見知りの人って、人が怖い理由って、相手のことがわからないから怖いと思うんですよ。で、これが相手のことをある程度話を聞いて、相手がどんな人かわかるようになると、意外と怖くなくなるんですよね。なので、そして、しっかり話を聞くことで人に好かれますし、自分のビジネスもですね、よく聞いてもらえるようになるので、ぜひ、こういったのをヒントにしてください。ありがとうございました。